looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do. いろいろありますね。いいですね。楽しみ。あ、これいつも買ってんですよ。あるやん。買います。うわ、かわいい。ね、限定特価らしい。あ、結構リアルに欲しいんだね。いくら？920円。わあ、ありです。はい、いいよって言ってないのに。自在がね、少なかったんですよ。あら、あすごい、かわいい。かわいいね、これ。ね、うん、グラスめっちゃいいサイズだね。ね。かわいい。読み出せ。素敵。全部欲しいが。大丈夫そう。さて、じゃあちょっと買うもの決めましょう。ドアメ。ドアメです。どうなっとる？おーへー、今日温泉。温泉。やんだね。やんだね。お風呂気持ちよかったね。ね。いい湯でした。はい。うん。まあ、時間も時間なので移動しつつ買い出ししつつ向かいましょう、うん、はーい、ほい、お肉を買いに行きます。チキチカあともやしも食べる。いいね、うん、ではお腹すいた。お願いいたします。はい、了解です。あるといいね。お肉屋さん。やるぞー。上手に貼れましたな。後ろに発見じゃん。びっくりちゃんは後ろ風が通りやすいようにしてます。ここは夕焼けが綺麗に見えるらしいので楽しみだね。お、ぶどうだ。はい、はい、節電終わりました。終わりました。ちょっと2泊3日キャンプ久しぶりだから疲れるね。もう足ね、ガタガタなんですよ。もう節電終わったんで今日乾杯しましょう、はい、今日も今日とって札幌暮らし、いただきます。お疲れ様です。ああ、うまっ。冷えとるな、ちゃんと。素晴らしい。イオン系列の、スーパーに行ってまいりまして、はい、あの素材をゲットしたのでそちらをいただいていきたいと思います。ハム巻きポテトサラダと、なんかラベル取れちゃったんだけど、生姜とささみのなんか揚げ物、うん、ささみ紅生姜揚げかなみたいなやつです、うん、とすなさんのリクエストで、はい、サーモンすじこ太巻きというやつです。絶対美味しいやつ。なんかめっちゃね、見栄えがね、超美味しそう。しかも新発売。うわ、楽しみだね。これなんか味付いてるから醤油いらないって。もう多分すじこの塩分で十分だと思うので、いただきましょう。はい、すじこが出るともう秋ですね。そうなんだ。このすじこがいくらになるか。わあ、綺麗。やば、美味しそう。宝石かよ。いいね。
いただきます。いただきます。すじこ気になりすぎる。行ってみてください。いいですか。どうぞ。うん。うまっ。やばいねこれ。うん、え何これ。サーモンすじこ巻き。サーモンすじこ巻き。今日平日なんでだいぶ空いてます。ね。なんか好きな場所に貼っていいよって言われました、うん、サイトごとに料金が同じっていうのもなんか北海道だなと思った、ね、確かに確かに関東って結構基本的にその木陰ブースはいくらで、うん、原っぱブースはいくらでみたいな感じで分けられてるところが多いと思うんですけど、ここはもう一律大人一人2000円とか、うんうん、ちょっと土日は料金違うかもしれないですけど、うん、土日は2500円だった。あ、2500円だった、うん、とかなんで明瞭会計わかりやすいね、うん。もうね、この空がいいよね。うん。これ見れるのがね、本当にいいなと思った。札幌市内なんですよね。そう、一応南区で。温度下がってきたね。今22度です。昨日より寒いじゃん。うん、早めに上着きましょう。うん、あってもいいかも。今日ブランケットより多分普通に寝袋の方がいいかもしれない、うん。うまっ。うん、美味しいでしょ。美味しい。マジで焦った。でも昼間多分あの序盤に差し込まれてると思うんですけど、どしゃ雨、うん、びっくりしてよう晴れてくれたね。いつ止むんだろうと思っていろいろ見たんですけど、ね、本当は夕方頃には止むって話だったんだけど、うん、それより全然前倒しで昼過ぎぐらいには止んでて、いやもう降らないからね。ねえ、よかったね、うん、9月の季節、天気が変わりやすすぎる、うんうん、奇跡的にあの雨にあんまり降られてない、うんうん、よかったね。うまい具合にかいくぐってる運がいいね、君。しかも雨で抜けたから空気すごい澄んでるのと、うんうん、あと月がね、もうほとんど新月に近いんですよ。あ、そうなんだ。だからうまくいったら星見えるかもしれない。なるほど、まあ、雲次第みたいな、うん、そうだね。やんわりと期待しつつ普通に飲みします。はい、はい、ゆっくりできてます。嬉しい。はい、バイバイ。今日はあのこのキャンプ場に来る途中でサビさんに行ってきまして、あの我々が愛用しているクラシメイドさんのマイクロカナビナっていうのがあるんですよ、うん、これめちゃめちゃ便利で、うん、あのこれの在庫があったので買い足してきました。また買ってる。そうなんです。存在です。でちなみにあのこっちはもともと今紹介したの衝動買いなんですけども、こっちはもともと買おうねって言ってたゴールゼロ用のマットインオープさんのウッドシェード、レッドレンザーで使ってるやつのゴールゼロバージョンだね。そうですね、これ本当にぬくもりがあって可愛いんですよ。で、ゴールゼロ用もちゃんとありまして、こんな感じになります。おお、可愛くないか。可愛いね。なあ、いいね。ですね、点灯式でございます。ほい、あら可愛い、あら可愛い、いいですね、いいですね。ちなみにですね、あ、2つあります。やってんな。しゃあない、これは必要経費。やってんな。そう、かわいいね。ねえ、素晴らしい。あらかわいい、あらかわいい。買ったなあ。めっちゃ食べてみたかった。